中年オタッキーです。せっかくアルファ7を入手したということで、アルファ7で動画撮影をね、してみようということで、まあ、バイクチャンネルの方ですか、は先にやったんですけども、あちらの方でちょっと露出が暗かったんで、プラス1補正して今撮ってます。まあ、そんなわけでね、今日の動画はこのカメラの紹介になってまいりますね。これね。はい、リコーのね、XR8 っていうね、カメラになりますね。これ、ヤフーコング別名桃色山梨様から提供いただいたカメラになります。それでは動画スタートしてまいります。はい、今回紹介するこのね、リコーの XR8 なんですけどもね、発売が1993年の1月、K マウントね、ベンタックス K マウントを採用されておりますね。シャッターメタルフォーカルプレーンシャッター、1秒から2000分の1秒までセルフタイマー付き、ペンタプリズム一眼レフ適正露出を LED で表示するファインダー、TTL 自動速光、絞りと開放速光ですね。LR44 または SR44 電池2個を使用しまして、電池のなしかな、これ 410g というボディ、軽量なボディですね。で、価格はね、ボディのみで 24,800円だったということで、結構廉価なカメラになるみたいですね。ちょっとレンズを外しまして、まあね、非常に簡素な作りなんですよね。これシャッターのね、切れないようにロックする、ものがね、この巻き上げハンドルのところにね、ヒンジがついてるんですけど、これを閉じたらね、シャッターがロックされまして、このレバーを開いたら切れるようになるんですね。切れないでしょ。で、いいよ、起こしたら切れるようになると。ね、シャッタースピードは2000分の1までなんですけど、これね、フルメカニカルキーになります。完全メカニカルシャッターみたいですね。で、もう音はね、まあ、廉価機ということでね、だいたい音はもう、こんな安っぽい音にはなってしまいます。カチーンって音ですね。で、電池がなくてもね、全速でシャッターが切れるということでね、こちらのね、リコーさんの方の、ホームページには、一眼レフの原点を振り返るすべてがマニュアル操作のカメラ、写真の勉強や電池不要のメカ式シャッターの長所を利用して天体写真撮影などに重宝がられたということになっています。ペンタックス K マウントということで対応レンズがね、大量にあるんですね。で、まあ、非常に簡素な作りで、まあ、ISO 感度はね、25から1600までということで、この時代で1600までっていうのはね、93年発売で1600までっていうのは結構ね、範囲が狭い、ものになりますよね。んで、まあ、K マウントのレンズね、こちらをね、使って撮影してきたんですけどね、まあ、このレンズですね、SMC ペンタックス A ズーム、28-80 の F3.5 から4.5 っていうレンズ。これね、カメラの北村のナルト店で500円で引っ張ってきたやつです。結構カビてたんですけどね、頑張って分解してそこそこの状態にしました。これね、まあ、見たらわかるんですけど、非球面レンズも、レンズ、1枚目のレンズ、真っ平らなんですよね。で、電気接点っぽい跡がついてますけど、電気接点はありませんで、回転式のズーム、で、絞り輪はちゃんとついてるやつね。マニュアルの絞り輪がついてるレンズになります。K マウントのレンズね、まあ、あんまり持ってないんでね、ちょっと500円で売ってたんで、買ってみようと思って買ったんですけどね。まあ、なんとかね、動くようになりました。あれ？なんでつかないんだ？なんでつかないんだ？よいしょ、ついた。で、まあ、使いやすい画角。まあ、90年代はね、まあ、80年代に35-70っていうレンズがすごく流行って、このレンズちょっと登場した時期はいつかわからないんですけど、多分90年代初めぐらいじゃないかな。ちょっとわかんないんですけどね。
80年代かもしれないかな、28-80mm ちょっと、ズーム比を拡大した、まあ、一時期ね流行った、ものになりますね。80年代後半ぐらいから90年代にかけて流行った画角になると思います。写りがどんなものだったのかっていう、まあちょっとカビレンズなんで、もともとカビてたレンズである程度カビ残ってるんで、あんまり期待はしてなかったんですけどもね、まあそこそこの絵を残すことができました。ちょっとここからは、作例になってまいります。使用したフィルムはね、アリスタエデューの200っていうね、フィルムになりますね。それではここから作例を紹介してまいります。はい、作例なんですけどもね、実はあんなパッとした写真はあんまないんですけども、レンズとしてはね2880というズームレンズ、解像度はあんま期待してなかったんですけど、かなりね改造してますね。でね、ボケがね、すごくボケがいいのは僕だけじゃないと思いますね。これ 28mm ということで、このようにね、広さをね、撮った、写真とかも作れますね。解像度はね、まあ、ズームレンズということなんで、まあ、そこそこということなんですけど、このようにね、ボケがいいんですね。ペンタックスのレンズ、やはりボケさせたら最高かなと。で、解像度もまあ、8まで絞ってるんでね、そこそこにはこのように改造してます。太陽の光をね、直接レンズに入れると、このようにフレアが広がってしまったのは、まあ、ジャンクレンズだから仕方ないといえば仕方ないですね。まあ普通に撮るとこのような解像度の、写真になってまいります。まあこのレンズなんですけどね、まあ、500円でねジャンクで仕入れて、まあ、バラしてこのぐらいのね時代のねレンズになるとね、バラして組んだらね肩ボケしたりまあするんですけど、今回はとりあえず肩ボケ、まあまあ見た感じ、まあ肩ボケしてないと思うんですけども、古いレンズね、ニッコールド、オートニッコールとかね、FL とか FD とか、まあスーパータクマとか、あの辺のレンズはね、ぶっちゃけ素人が分解してもね、手順通りでね、組み上げていけばね、ちゃんと精度が出るようにテーパーがついてるんですけども、もうこの辺のレンズになるとそういうものがありませんで、かなり神経質に組まないと肩ボケとかが発生してしまいますが、今回はまあうまく組めています。で、まあ、このカメラになるんですけどね、これフルメカニカルカメラでね、2000分の1までシャッタースピードが切れる、まあ普及機ということでね、非常にね簡素な作り、全部プラスチックで、すごく重量も軽いものになります。で、堅牢性はないようでね、やはりね、もうシャッターが切れない、というね状況のものが多くなっておりますね。で、ヤフーオークションとかの相場を見てもね、もうほとんどあんまり値段はつかない、というかね、動かないものが多い、信頼性が低いものが多い、ということになっていきますが、ちゃんと動きさえすればね、天体写真とかも電池が一切いらないものになりますし、で、重量も非常に軽いのでね、K マウントのね、簿記としては、すごくいいカメラになるんではないかと思います。まあ、利口ということでね、XR リケノン 50mmF2 とか、まあ、富岡光学製のレンズをつけてね、バンバン撮っているのもいいかもしれませんし、まあ、コンパクトなんで、比較的コンパクトなんで、一眼としてはね、だから 50mm の単焦点つけて、まあ、28mm とか 35mm でもいいですけどね、その辺のレンズをつけてね、撮り歩きするのが面白いカメラなんだと思います。はい、今日のカメラ紹介はこんな感じになりますね。ヤフコング桃色、別名桃色山梨様、本当にありがとうございます。これね、フルマニュアル機ということでね、フルマニュアル機の旨味といえば、やっぱ故障しにくいとか、故障しても治るとか、まあその辺になっていくんですけどもね、やっぱ普及機ということでね、多少簡素な作りで故障しやすい部分もあるようですし、まあ、プラスチックカメラなんでね、落としたらまあ即死というか、その辺はまあカメラ基本的に落としちゃダメなんでね、まあその辺はまあ、いい子なしということなんでしょうけどね。はい、ではここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはキャラブキさんから2枚ですね。1枚目のタイトルが光の集まる場所、2枚目のタイトルが雫ということで、
カメラソニーアルファ7-2、ソニーです。すいませんで、謝る必要ないですよ。今もソニーのカメラで撮ってます。レンズがミノルタオートロッコール PF58mmF1.4 ということですね。雫の方もカメラレンズともに1枚目と同じということなんですけどもね。で、写真なんですけどもね、これがね、なかなか印象的な写真になっております。これはね、もうオールドレンズでしか撮れないっていうね、ちょっとぐるぐるボケも発生してまして、なかなか面白い写真になってますね。で、2枚目の方なんですけど、2枚目の方はね、ちょっとね、樽型にね、収差が出ておるようにも見えますが、これもうちょっとトリミングしたらね、美味しかったんじゃないかな。こんな感じで露出合いますかな、こんな感じでね、もうちょっとトリミングしても良かったんじゃないかと僕的にはそう思いますね。まあ、手前のね、面白い演歌男の三兄弟というポスターも入れたかったのかなとは思いますが、それはまた別の作品にしても良かったんじゃないかなと思います。で、これなかなか光があって、雨が降ってる、なかなか貴重な写真になりますね。なかなかいいと思います。キャラブさんありがとうございます。次はね、サトシさんからですね。お仕事お疲れ様です。作品投稿してみました。つまらない写真ですがご紹介いただければ幸いです。カメラニコン F4、AIS ズームニッコール35105 F3.5 から 4.5 コダックゴールド200というですね、ニコンで一番好きな F4 で撮りました。3台目にしてようやく良品と出会い、 F5 を抜いて我が家の不動のエースです。レンズは今年1月から愛知県出張で現地のハードオフのジャンクバッグから絵付きしてきました。1000円ですね。簡易マクロを使って撮ってみました。絞り優先マルチパターン速攻手持ち撮影 F8 で撮ってます。アーコーシンドライブして露天の柿小屋に寄り道した時の写真です。めちゃくちゃうまかったですということで、写真なんですけどね、めちゃくちゃうまそうですね。これね、まあ、柿もうまそうだし、エビもうまそうなんだけどね、酒飲みたくなりますね。これ作品としてはね、これね、まあ、作品としては大したことないのかもしれないですけど、食欲をそそる一枚ということでお見事ですね。はい、サトシさんありがとうございます。また投稿お願いしますね。次は、一都市九さんから2枚ですね。今日はね、デジタルですね。1枚目が野鳥、2枚目が野鳥 B ということで、カメラはニコン D7000、AFS ニッコール 28300G でどちらも撮られております。で、作品なんですが、1枚目の方、なかなかな感じなんですけど、まあ、300mm で、これは、ま、このぐらいの解像度になってしまうのかな。どこかにピントが違うとこに合ってるっていうことでもなさそうなんで、もしかしたら撮りトリミングしているかもしれませんが、2枚目の方はね、空の方に露出が引っ張られてね、メインの被写体がちょっとアンダーになってしまってますね。ここは露出補正か、もうちょっと明るい露出で撮った方が良かったかもしれません。なかなかね、300mm でね、手持ち、300mm で撮ったとは限りませんけどね、D7000APS-C ということで、換算すると最大で 450mm ですか。野鳥撮影にはもってこいという感じでしょうけど、まあ、解像度がちょっと低めなのが、ニコンにしては微妙かなって感じですかね。まあ、こんなものなのかな。まあ、一都市さんありがとうございます。次は北野隆さんの作品で2枚ですね。お疲れ様です。カメラはオリンパスイズム220。北村のジャンクコーナーに CR123 の満タン電池入ったままなのでラッキーと思い、220円でこれ安すぎますね、これで。動作も問題なく試写したのを投稿します。使用フィルムはフジフィルム C200 です。1枚目がどんど焼きの日、2枚目が夕暮れということですね。1枚目はどんど焼きの日、みんな、お参りするのに並んでいるところ、コロナの影響で例年より来ている人少なめでした。2枚目は畑から見た日高山脈の夕暮れを撮りましたということですけどね、写真なんですけど1枚目、これ下はこれ雪が固まってるのかな、古い雪になるのかな。人がいっぱい集まってる写真なんですけど、まあ、コロナ禍ということでね、そんなに人は集まらなかったということですけどもね、まあ賑やかさはまあだ
干残念ってことですね。で、2枚目の方なんですけどもね、もう北海道らしいこれ景色ですね。これ真ん中に映ってるのは給水塔か何かでしょうけど、畑に水をまく装置かな。まあ寂しい夕暮れということで、人工の建造物はこの給水塔しか映っておらず、まあ、北海道僕も行ったことあるんですけどね、本当見渡す限り人工の建造物がなかったりする場所もあるんですよね。これなかなかね、あの寂しい夕暮れを撮ってね、あのいい感じの写真だと思います。北中隆さんありがとうございます。次はね、ヒデさんさんですね。中年オタキーさんこんばんは。チャンネル見るのが日課になってます。ありがとうございます。前回のミランダ、確かに他のデータも解像度がいまいちでした。またミランダで挑戦しますね、ということですね。ところで、東北もだいぶ暖くなってきました。そこで公園と私が卒業した小学校での2枚を。カメラ、キャノン7、レンズ、日本光学、50mmF3.5、ニッコール QC ですね。フィルム、富士カラー100ということですね。子供たちが遊んでいたり、野球をやっていたり、ただ映しても面白くないので、遊具を撮ってみました。1枚目は運っていいから、2枚目は暖かくなったんだよ。ということですね。ちなみに F8 シャッタースピード250分の1固定で撮影しましたけど、ね、作品なんですけど、これ狙いはねすごくいいんですけどね、あのね奥の方にフォーカスが合ってるんですね。僕だったら手前に合わせて奥行きを出すかな。うん、まあ、これはこれでいいのかもしれませんけど、これだとね、もうちょっとシャッタースピードは早めて、被写界深度を浅くしてみると面白いかもしれません。で、2枚目も同じですね。2枚目はね、もう無限の方に若干ピントがあって、手前がボケているということで、これは逆にした方が面白かったかもしれません。カラフルでいい写真にはなってますね。はい、ヒデさんさん、ありがとうございます。これで終わりかな。これで終わりですね。今日5名の紹介、結構まだ待機しておりますが、もうしばらくお待ちくださいませ。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、ムートンさんの俺のカメラですね。中年オタッキーさん、こんにちは。いつも楽しく拝見させていただいています。今回は俺のカメラに投稿させていただきます。実は過去に送ったつもりでいたのですが、間違って作品投稿アカウントに送っていました。多分紹介してないと思うけど、これ紹介したいな気もするけど、まあいいや。カメラニコン L35AD ピカイチです。近距離は若干苦手ですが、少し離れたような文句のつけのない描写力を発揮します。また、キシュッという可愛いシャッター音も気に入っています。最近は写真の、専用三脚をつけたまま持ち歩いていますが、折りたたんだ姿がまるでワインダーがついているかのような装いで、これもまたかっこいいんですよ、ということですね。僕も、これピカイチ欲しいんですけど、高いんですよね。ものすごいね、値段になってます。写りもいいということで、これ専用三脚までついて、この組み合わせだとなかなか、高額になっていくと思いますね。ムートンさん、ありがとうございます。次は、もう一人紹介しますかね。これやっちまったコーナーがすごく多くなってますんですが、あ、俺のカメラここまでか。ここまでですね、俺のカメラの投稿がここまでになっておるようです。俺のカメラの、投稿が途切れておりますので、またね、投稿の方よろしくお願いします。それではね、ここからはね、やっちまったコーナーになります。はい、やったやっちまったコーナー、今日はね、のりさんのやったやっちまったコーナー、やったですね。おたきさんお疲れ様です。のりです。今回やったのコーナーで投稿します。現場監督 WB28 の動画を見て、 35mm の現場監督の存在を知り、ヤフオクを定期的にチェックしてたら、実用品即決780円という出品を見つけ、ポチリ先日届きました。しかし、ホコリと白いペンキが付着した思わず引くような品で、これはやっちまったかと思ったんですが、とりあえず拭いてみると、無水アルコールで繰り返しベトつきを磨き上げました。ファインダーに
吹き傷らしき跡はあるものの、電池を入れチェックしたところ感動品でした。これなら満足の範囲内、WB28 で映りは経験しているので 35mm の映りも楽しみですということですね。追伸、オタッキーさん、現場監督の上蓋の液晶パネルのようなところ、持ち主のネームを入れるようになっていたそうですよ。 35mm もついてますということなんですけど、これなかなかね、これ汚かったのをまあ綺麗にしたんですけど、これかなり酷使されたということで、跡があるみたいですね。現場監督ならではです。名前を書くとこがある、ちょっと見てみましょうか。よいしょ、現場監督積んでるんですけどね。そう言われてみればそうなんですが、これガラスを外す、ガラスがついてるんですよね。で、中にね、僕のね、0000って書いてある紙が入ってます。名前は書けるようになっているようです、どうやら。ただ、このネジを緩めて、これ、ガラスを外すのかな？使い方がちょっとよくわかりません。ご存知の方あれば、コメントお願いいたします。はい、今日のね、動画はね、こんな感じになっていきます。で、次の動画なんですけど、ちょっと今手元にないけどね、ドリームロコモーティブ様にいただいた、キャノンオートボーイ、なんだっけ、スーパーだったっけ、オートボーイいっぱい種類あるから、ちょっと失念しましたが、そちらのね、作例を撮っておりますので、そちらを紹介していこうと思います。いわゆるね、あんま言っちゃいけないんだけど、バカチョン、バケーションカメラでバカチョンカメラですよ。なんですけどもね、キャノンオートボーイシリーズ映りが非常に良いということで、期待して撮ってまいりました。次回の紹介はこんな感じになっていくと思います。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。ここのとこね、ちょっとね、派手な内容の動画が多かったんで、ちょっとおとなしめの動画になっておりますが、まあ、本来はこっちが本物です。本筋ですよね。開封動画とかね、そういうのはちょっと、本来の道を外したものになりますが、まあ、すごい人気なんで、どんどんやってますけどね。で、高評価、コメントの方ね、どしどしよろしくお願いします。高評価の方はね、もうポチッと押すだけなんで、ぜひとも今すぐね、押してください。で、コメントの方ね、頑張って返していっておりますが、ちょっと追いついてませんけどね、一応全部ね、返す予定でおりますのでね、ぜひコメントの方よろしくお願いします。で、チャンネル登録の方なんですけど、とうとうね、通常の速度の3倍になってます。シャア専用ザク並みのスピードでね、チャンネル登録の方進んでいっておるんですけどもね、もうちょっとしたら4000名到達いたします。4000名到達した記念に、なんだっけ、オリンパスのトリップ35の実用品を、視聴者プレゼントとしてね、やりますので、4000名を目指して頑張っておりますので、まだチャンネル登録されてない方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。はい、今日の動画はこんな感じになっていきます。また次の動画で、までお待ちくださいね。今日は最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではごきげんよう。さよなら。